モスクワで、ファツヨリピアノフォルティは、1981年に、創業した、イタリアのピアノメーカーである。創始者権現社長、パオロファツヨリは、家具職人の家に生まれ、ロッシーニ音楽院でピアノを、ローマ音楽院で作曲を専攻した後、ファツヨリ社を1981年に創業した。綿密な手作業をふんだんに盛り込み、 世界で最も高額なピアノとして知られている。また独立アリコート方式、4番ペダルなど特殊な設計でも知られる。現時点で世界最長サイズのモデルも製作している。工場はイタリア北部のサチ入れにある。この際、各分野の専門家たちにゼロからピアノを設計する計画への参加を要請。ミケランジェリのピアノ調律も務めた。 ピアノ調律試験製作者のジェイザレアウグスト・タローネのデシラを招聘し、1980年に最初のモデルを完成させた。製品ラインナップはグランドピアノに限定されている。生産台数は2009年時点で年間120台程度とされる。ピアノの音色を決定づける響き板はフィエンメ教国産のレッドスプルースが使用されている。またファツよりの 響いたは製作が終わってから2年間空気管理された倉庫で熟成される。他メーカーでは機械によるハンマーのフェルト作りが一般的であるが、ファツよりはフェルトに硬化剤を使用せず手作業でフェルトを作る。これにより弾力に優れたハンマーが得られる。現代の一般的なピアノ製造工程ではピアノ内部の鉄製フレームを鋳造する際、 真空吸引法を用いる。これは、鋳型の隅々に鉄を確実に流し込み、作業を短時間で進めることができるという利点を持つが、フ寄りでは、伝統的な方法で時間をかけて鋳造している。多くのピアノの中高音部のコマからヒッチまでの弦には、倍音を豊かに響かせるためのアリコートブリッジが取り付けられている。通常のアリコートブリッジは一体型で、 各音程ごとにアリコートブリッジの位置を独立して調節することは不可能である。ファツよりでは各音のブリッジを個別に移動できる独立アリコート方式を採用している。ただし、独立式アリコートブリッジはファツよりのみに見られる特徴ではない。ファツよりではコマの基礎上に貼る木材にカエデとシデとツゲの3種を用い、コードの違いを生かして 音域ごとに3種を順に使用するよう設計している。コマの表面の加工も熟練した職人の手作業で仕上げられる。通常の3本のペダルのさらに左側に4番ペダルのものがあり、この特許を取得している。このペダルによってハンマーと弦の距離が短くなり、同時に鍵盤が浅くなる。ファツよりはこれを音色を変えることなく音量のみが小さくなるとしている。 これによって、ピアニッシモの効果が得られるだけでなく、グリッサンドや速いパッセージに利点がある。4番ペダルは、モデル F308 のみ、標準仕様である。他機種ではオプションで4本ペダル仕様にすることが可能で、あるが、追加料金が必要となる。また購入後に、ペダルの増設はできない。ファツよりでは、防錆と美観を考慮し、金属部品に、 金メッキ処理を採用している。F308 発よりは6種類のグランドピアノを製造している。機種番号の F に続く数字はピアノの奥行きを表している。ただし F308 の現行機種の実際の奥行きは302センチメートル。一般に開かれている施設を以下に納入順で記す。追加で2018年11月には 東京都渋谷区の渋谷ホール2019年1月には鹿児島県阿久根市の風テラス阿久根2020年1月には北海道中札内村の中札内文化創造センターハーモニーホールも納入されている広く一般に開かれていない施設を以下に納入順で記す以下のコンクールのピアノとして採用されたありがとうございます